自分のビジネスの、まあ、地図みたいなものができるわけですよ。はい、こんにちは。ヒルトルフィリップ太郎です。今日も Facebook ライブやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。日曜日ですがね、いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日は結構いい天気なので、ね、外にいる方も多いかもしれないんですけども、ちょっとね、私がの方で、少しね、皆様のあなたのお役に立てるコンテンツをね、少し短くお伝えしようと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、今日のお話はですね、まあ、商品、コンテンツを、まあ、量産する方法について解説をしていきたいと思います。はい、やっぱりね、そのなんか別にね、何かリアルな商品でも、僕が行っているようにコンテンツって言われるね、情報とかを販売する場合でも、やっぱり多くの方がですね、そのコンテンツがないよと、どういう商品を販売していけばいいのかわからないよっていうね、方非常に多いんですけれども、私がね、教わってずっと実践しているこのやり方を使うと、もうなんかどういう商品を売ればいいのかなとかね、なんかやっぱ商品のネタに困らなくなってしまうんですよね。で、私も実際、自分のお客様に、ターゲットのね、お客様に対して、いろんな商品をね、販売していって、まあ、常に収益を生み出しているって、ね、ことが、可能ですので、ぜひあなたもね、その自分のビジネス、自分のターゲットに置き換えて、これからね、お話しするタイムライン、メソッドというね、お話を、聞いていただければなというふうに思います。じゃあね、ちょっと図を書いてね、今日はちょっとホワイトボードの前でお話をしますので、ちょっとちゃんと聞いてほしいんですけれども、はい。まずですね、その自分のお客さんがどういう人なのかっていうのを考えなくちゃいけないですよね。はい。ちょっと図を考えて、ここにね、何か、悲しい顔をしているお客さん、これがまあ現実ですよ。お客さん、あなたのねビジネスのお客さんは何かこの現実にいるわけですよね。で、僕らの役割っていうのはちょっとどこまで映るかな、ここら辺まで映るかな、はい、よいしょ、ね、ちょっと映画下手なのはちょっとね、置いといてください。はい、まあ、このハッピーなお客さんがいるわけじゃないですか、見えますかね、はい、これが理想ですよね。まあ理想でありゴールじゃないですか。ここに連れてってあげる必要があると。はい。で、ここを、まあ、線で結んでください。はい。だから僕らの目的っていうのは、ここにいるお客さんを、まあ、最終的にね、この理想の場所に連れてってあげたいわけじゃないですか。ね。今はここにいる人に、じゃあね、こういうね、理想があるんですよ。こういうゴールが、可能なんですよと。僕についてくれば、このね、A 地点から B 地点にたどり着けますよっていうことをね、行きたいわけじゃないですか。ね。たくさんの方ご覧いただきありがとうございます。ちょっとね、大切な、コンテンツをお話していきますので、最後までぜひご覧いただければと思います。はい。まあ、こういうね、その A 地点から B 地点までのね、ゴールがありますよね。はい。これはぜひ、まず基本として覚えておいてほしいんですけれども。はい。で、まあ、こう、例えばですけれども、僕であれば、例えば、まあ、経営者さんですよね。はい。基本的にまあ経営者さんとか起業家さんとかですよね。まあ、あなたのターゲットがどういう人かっていうのはあなた次第だと思うんですけども、経営者さんでやっぱりそのまあ売上を上げたいと。売上上げたい、アップしたい。で、やっぱそれをね、まあ、ネットを使ってまあ安く効率的にみたいな、ね、ところっていう人がお客さんなんですよ、僕の場合。で、それがまあ今はないわけですよね。はい。ね、売り上げがないとかね、そのネットを うまく使えてないっていうのが今の問題点なわけじゃないですか、プロブレムですよね。はい。で、こっちに行くと、経営者の方で、まあ、売り上げが上がっと、まあ、それが安定して入ってくると見えるかな、売り上げがあって集客、まあ、ネット集客ですよね。ネット集客が上がると、こういう状態がまあゴールなわけじゃないですか。で、まあ、これがね、今の現実と理想っていうのは理解していただきましたかね。ぜひあなたも自分のね、ちょっと今ワーク、まあ、後ででもいいですけれども、ワークとして、まあ、このね、今のお客さん今どんな状態なのかなと。そしてお客さん最終的にどういう場所にたどり着きたいのかなっていうのをちょっと、まあ、まず最初のステップとして考えてほしいわけですよ。はい。で、まあ、これがね、一つ目のステップなんですけど、やっぱ次のステップがあります。これが非常に重要です。で、この間、ね、今、現実と理想があるわけじゃないですか。ここにどういうステップがあるのかなと。ね、まあ、これをね、マイルストーンとか言ったりするんですけれども、まあ、いくつかちょっと適当に線を引いてみましょうか。はい。
ね、まあ別に、まあ、これはもういろんなたくさん線があると思うんですけど、まあ、こういったね一つの線のことを、まあ、マイルストーンって言ったりします。マイルストーン映るかな、マイルストーン、はいね、まあ、マイルストーンっていうのはなんかそのね最終的なゴールにたどり着く前の一つ一つのステップですよね。まずここのマイルストーンに到着しましょうみたいなことを言うんですけれども、で、なんていうのかな、例えばね、ネットで稼ぎたいっていうとあれですけれども、ネットでお客様を集客したい、売り上げを上げたい経営者様っていうのは、やっぱりその多くの人はじゃあサイト、まずねサイトがないよみたいな話なわけですよ。多分ここからスタートする方が多いと思うんですよね。もちろんサイト持ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、サイトがねえぞと、ね、サイトが作れないという方が多いわけですよ。ですので、やっぱり僕なんかもできるだけね、YouTube とか、まあいろんな無料コンテンツとか、もしくは安い商品の中で、このサイトの作り方の商品を教えてるわけですよ。はい。で、やっぱりね、正直僕も昔、例えば、ね、まあ、プロダクトローンチってやり方ありますよね。プロダクトローンチ。どういうのかな？どこに書こうかな？はい。まあ、プロダクトローンチってやり方あるわけじゃないですか。まあ、それはね、別にいろんなやり方あるんですけれども、やっぱプロダクトローンチっていうのは、まあ、結構後の方なんですよね。やっぱり、マーケティングメッセージの話なんですよ。マーケティングメッセージ。まあ、ここら辺、まあ、適当にここら辺にしましょうか。メッセージっていうかね、まあ、どうやって自分の商品とかね、自分のメッセージを世の中に広げていきましょうかっていう話なわけですよ。例えばね、プロダクトローンチっていうのは、ダクトちょっと違うあれですけれども、はい。でぶっちゃけやっぱりね、こういったね、まあまずじゃあプロダクトローンチのやり方を教えますよっていうのをね、よく教えていたんですけども、正直やっぱりこれは高度なんですよ。はい。まあ、別にね、ちゃんと商品があって、じゃあ自分のね、メッセージ、マーケティングどうしようかなって悩んでる方、ちゃんとした経営者の方であれば全然これ教えていいんですけど、でも多くの人はサイトがないよみたいな。ね、プロダクトローンチとかどう、なんか言われても、いやいや、私に必要なのはサイトなんですよっていう話なわけじゃないですか。だからそれを、そういうふうにね、その一歩一歩お客様を右の方に進めていきましょうっていう考え方が、まあ、このタイムラインメソッドなわけですよ。はい。なので、私なんかはね、例えば、まあ、オプティマイズプレスっていうね、そのワードプレスのプラグインの使い方も改正している商品ありますし、まあ、あとは最近だとね、カジャビーとか、クリックファネルとかね、まずはそのサイトを作りましょうねっていうのを割とフロントの最初にお伝えしているわけですよ。なのでお客様が、まあ、どういう道筋をね、まあ、カスタマージャーニーとか言ったりもね、まあ、するかなっていう形でどういうステップを踏んでいくのかっていうことを知っておかなくちゃいけない。はい。なので最初サイトがありますよと、サイトできましたよと、じゃあ次はネットで商品売るためには、ね、決済が必要ですよねと、はい、はい、決済システム必要ですよね。ペイパルとかストライプ決済とかね。まあいろんな決済方法ありますよねと。じゃあ次に決済のやり方を教えますと。はい。ね、じゃあそれができたら、例えばなんかね、商品の作り方を、作り方っていうかな。はい。ね、どんな商品が売れるのかみたいなね、商品の作り方を教えますと。で、それが分かってきたら、じゃあマーケティングメッセージとかね。っていうね、割と、どういうメッセージを伝えていけばいいのかって話になるわけですよ。例えばですけど、これはね、もちろん一つの例なんですけども、ね、そうやってお客様がどういうステップを踏んでいけば、その挫折しないかなっていう、こういった流れ、このタイムラインを作ってほしいわけですよ。で、マーケティングメッセージとかができたら、例えばですね、もっとなんか、そうですね、なんか動画とか、動画を使ってやる方法、動画マーケティングのやり方とかね、まあ、別にこの動画なんてね、別に Facebook ライブとかで簡単にできるので昔ほど難しくないんですけれども、ね、動画とかね、例えばその後は、まあ、もっといろんな細かいステップあると思うんですけど、自動化とかですよね。自動化とか、広告の出し方とかね、はい、いろいろあるわけじゃないですか。なので、まあ、お客さんがね、どのポジション、どのなんかレベルにいるかっていうのにもよるんですけれども、自分の中で まず全くね、僕の場合ね、ネットで稼ぎたいけれども全然初心者だよっていう方の場合にはですね、まあ、こういうまずサイト作りましょうねと、まず決済システム作りましょうねと、商品をちゃんとね決めましょうねと、
はい、でその後にしっかりマーケティングのメッセージを決めましょう、ね、もっとじゃあ高度な、ね、自動化とか広告とかいろんなやり方を、ね、マスターしていきましょうっていうこういった、まあ、よく 言うんですけれども階段、はい、階段を作っていきましょうっていう話なわけですよ、ね、別にレベルの低い高い人であればいきなり、ね、ここから教えてもいいですよ、はい、でもターゲットが全くね全然まだネットとかよくわかんないよってしてであればやっぱりまずサイトの使い方を教えなくてがなくちゃいけないわけですよ、ね、なので、まあ、もちろんね別に自分がそのねサイトのね作り方っていう商品がなければ何か人の商品をね紹介するとかねなんかアフィリエイトをするとか別に自分が商品がなければまず人の商品を紹介してここで勉強してくださいねとでこれができたら私がねいろいろじゃあマーケティングメッセージングのやり方プロダクトローンチのやり方ウェビナーのやり方とかいろいろ実際の高度なメッセージをね高度なそのテクニックとかコンテンツのやり方を教えていきますよっていうねこういった階段を作ってほしいなというふうに思います。はいね、で例えばこれをねこの一つのじゃあこのサイトを作りましょうと言ってもじゃあサイト作りましょうねって言われてもねお客さんわけわかんないじゃないですか。だからまずねこれが全体のね一番でっかいタイムラインなわけなんですけども、じゃあこれをじゃあサイトのね作り方を教えるってなったらちょっと下に見えるかな、はい、ここでまた新しいタイムラインを作ってほしいわけですよね。そこではまずサイトがないぞと、またここでお客様のね残念な顔とハッピーな顔を描いてほしいんですけれども、よいしょ、はい、サイトがありませんと、ここではサイトがありません、でもサイトがあると、はい、っていうね、またこういったまあ0からね1っていうのかな、このタイムラインを作ってほしいわけですよ。でここでいろんなねまたいろんなタイムラインというかね、マイルストーンを作ることができるわけじゃないですか。例えば、まずじゃあ、ドメインみたいな。はい。なんとかなんとか .com みたいなドメインを取りましょうねと。じゃあ次、サーバー、レンタルサーバー取りましょうねと。はい。じゃあ次に、何があるかな。まあ、いろいろ、まあ、ね、いろいろあると思うんですけども、例えば、ウェブサイトビルダーですね。ウェブサイトビルダー。はい。まあ、ペライチさんとか日本のサービスもありますし、僕がおすすめしているようにね、何か、なんかオプティマイズプレスとかカジャビーとかクリックファンネルとかいろいろあるんですけども、まあ、ウェブサイトを簡単に作れるそういった、まあ、商品をね何か契約しましょうねと、はい、そしてじゃあその後は実際にじゃあなんか例えばサイトじゃあ、ホームページをまず作ってみましょうねと、まあその後なんかね特商法のサイト作りましょうとかねなんかプライバシーポリシーのサイト作りましょうとかいろいろあると思うんですけどね、その後例えば、じゃあ次に、ランディングページ作りましょうねみたいなね、ここまで行けばとりあえずサイトできましたよねとね、オンラインビジネスに必要なサイトができましたよねっていう形で、そのじゃあねここの一つのねマイルストーンの中にもいろんなねステップがあるわけじゃないですか。でこれ一つの全然数万円とかで売れる商品になりますよね。もしくはじゃあね実際に私がねセミナーとかで教えますよとか言ったら、例えば数万円数十万円とかいただくこともできます。もしくはコンサルティングでねねこのじゃあこれ作ってあげますよっていう形ですごくね大きな金額をいただく契約だって得ることもできるわけですよね、っていう形でねこの一つのマイルストーンの中にいろんなプロセスがあるわけですよ。この決済どうするか、商品どうするか、マーケティングメッセージどうするか、ね、動画とか、自動化どうするかっていうね、その一つの、これが全体、これが一番でっかい、レベルのね、一番上の、タイムラインなんですけれども、ね、これがもう自分のビジネスの全体像になるわけですよ。ね、これでもう商品っていくらでもできちゃうんですよね。もちろん全部ね、全部自分の商品で作ら、自分の会社のね、会社としてやらなくてもいいですけども、いや自分はなんかここら辺商品の作り方とそのマーケティングメッセージの作り方を集中して教えますと、その後は別のねパートナーさんの会社があるので他のことで学んでくださいっていう形で、別に全員にね全部のプロセスを自社の中で教えなくてもいいんですけども、まあ、私なんかはねできるだけ自社のね僕はコンテンツを割と作るのが得意なので、まあ自社の中でできるだけ全部これを教えてるので、やっぱりその売り上げを上げやすいじゃないですかね。そのお客様がその入ってきて、そこからですね最終的にまあいろんな商品を買っていただいて、レベルアップしていただいてですね、まあ長期的にお金を払っていただくって、そういったまあ自分のビジネスのまあ地図みたいなものができるわけですよ。なのであなたのねビジネスにおいては、まあ、どういうその地図がねこのタイムライン
が選べる、描けるのかなということを、考えてほしいなというふうに思います。わかりましたかね。大丈夫ですか。なんか質問ある方いらっしゃいますか。はい、これ非常に超大切な、話をしました。はいね、なのでね、別にあなたのね、あなたのお客様の今の現実は何なのかなと、はいね、それをしっかりまず決めて、じゃあ最終的な理想は何なのかなっていうね、その2つの点を A 地点と B 地点を決めてですね、まあ、その間にどういうステップがあるのかな、どういうね、そのマイルストーン、どういった、まあ、その壁があるのかなって考えていけば、別に商品とかね、コンテンツなんてもういくらでもできるわけですよ。はい、っていうね、そういったネタがいくらでもあれば、僕なんかもね、いろんなね、僕、まあ、これだったら例えばね、まあ、商品の作り方とか、まあ、マーケティングメッセージに関する話なわけですよ、このネタっていうのは。なのでまあ、これだけじゃないですし、まあ、例えば僕がよく話しているような Facebook 広告であれば、まあ、割とこっちの話なわけですよね。っていう形で、まあ、こういったね、自分のネタ帳みたいに考えることもできますので、ぜひあなたもね、まあ、今の時代、私なんかももうひたすら毎日、可能な限り毎日、ね、文章だったり動画でコンテンツ出してるわけじゃないですか。やっぱり今の時代、コンテンツを大量に出した人が勝てるわけですよね。はい。で、ね、もちろんこれが全て有料の商品にもなりますし、ね、有料の商品にもなりますし、もしくは無料で教えちゃっても、別にね、僕もこれ、割と有料の商品で教えてる話なんですけども、なんかね、別にあなたも普通の人がこれ一回聞いただけではわかんないので、別にこれで今の話をまたね、私の商品、私の講座に入っていただいて、有料でまた聞いていただくと、さらに理解が深まるみたいなね、話、こともありますので、ぜひあなたもね、コンテンツってのはどんどん出し惜しみしてしまって、ね、そうすれば、ね、こんな地図があれば、まあ、いくらでもネタには困らないと思いますので、ぜひね、どんどんコンテンツを出していってほしいなというふうに思います。ということで、いいですかね。今日のお話、タイムラインメソッドって考え方なんですけど、タイムラインを作ると、まあ、その中にどういうね、マイルストーンがあるのかなっていうのを考えて、ぜひコンテンツを作っていってほしいなというふうに、思います。はい。ご質問が、ですね、ちょっとあるのでお答えしましょうか。アドハウさん、ショッピファイでもオンライン商品販売するとき日本で Facebook 広告できますかと。あ、できますね。まあ、ショッピファイがね、やっぱりその、なんていうのかな、日本にそんなまだ対応してない。まあ、ショッピファイっていうのは、まあ、物販を販売するための EC サイトのカートのシステムですよね。まあ、僕の生徒さんでも実際使ってる方いらっしゃるので、ちょっと日本に向けたカスタマイズが少しね、プラグインとかを使わないといけないんですけども、全然 Facebook 広告で、できます。はい。で、あと関さんからサイトの OPKG、僕が書いたのは、ですね、まあ、簡単に言えば、このシステムの話なんですよ。はい。なので、また教えます。まあ、オプティマイズプレスっていうワードプレスのプラグインと、あと、カジャビーっていうね、僕が使ってる会員サイトのシステムがカジャビーですね。で、CF っていうのはクリックファンネルっていうね、僕がメインで使ってるマーケティングシステムの話です。まあ、こんな、いろんな、まあ、ここにも書きましたけれども、まあ、いろんなシステムがありますよっていう話です。ね。サイト作るのに、なんか HTML とか勉強したりね、業者に発注する必要は全くありません。そんなことをやってる人、今の時代、誰もいませんので、そうじゃなくて、お金を毎月払ってですね、どこかの会社のそのウェブサイトを簡単に作れるシステムを使いましょうっていうお話です。はい。っていう方、まあね、このあたりのシステムの話結構興味ある方いらっしゃると思いますので、またそれは今後お話をしていこうと思います。ということで、じゃあ、これはね、このぐらいで、終わりにしたいと思いますので、最後までご覧いただきありがとうございました。また Facebook ライブやっていきたいと思いますので、次回の放送も楽しみにしておいてください。じゃあ、これでライブ配信を終了します。それではまた、バイバイ。よいしょ。